人間は誰しも自分だけの星を持っている。この言葉を最初に言い出したのはきっと温かく広い心を持った愛を知る人なのだろう。愛とはアマテラスが世界のために作り出した光、神々が秩序を守るための柱である。ああ、どんな結末でも俺は行く。愛は人々が定められた運命に抗うための力でもある。愛はきらめく星々となって果てしなき月海に広がり、いつしか月をもしのぐ光を放つ。星々の呼びかけに導かれ、修練を終えた神使いが再び月読みの前に姿を現す。成長した神使いはかつて畏怖していたその男をまっすぐに見据える。そして月海にきらめく星々を指さし、千年前に伝えるはずだった問いを口にする。天命には本当に逆らってはならないのか。千年の修練も天命の意味を理解する役には立たなかったようだね。その馬鹿げた問いの答えは見つかったのか。神使いの目にはわずかな動揺もにじまなかった。彼はすでに答えを手に入れていた。かつて少年はその教えに従い、天命の意味を知ろうと運命の軌跡に従い続けてきた。しかし彼は成長し、少しずつ気づいていった。真の神は天命にとらわれてはならない。あまたの運命の流れを見極め、そこに新しい可能性を見出すべきだと。だから彼の星は最初から月海の中にはなかった。そして今この瞬間にようやくきらめき出す。